プロワーズ軍はアメリカ合衆国のコロラド州にある軍。軍の名はローアー・アーガンザスバレー一帯での開拓を主導したジョン・ダブル・プロワーズに敬意を表して付けられた。2000年時点での人口は14,483人で軍庁所在地はラマー。アメリカ合衆国国勢調査局によるとこの軍は総面積4,259平方キロメートルである。 このうち4249平方キロメートルが陸地で10平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.24%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、プロワーズ軍には14483人、5307世帯及び3725家族が暮らしている。 人口密度は3平方キロメートルで1平方キロメートルの平均的な密度に5977件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人78.57%黒人0.30%先住民1.22%アジア系0.37%太平洋諸島系0.03% その他の人種17.17%お17よび根結2.34%で32.91%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。プロワーズ群に住む5307世帯のうち37.40%は18歳未満の子供と暮らしており54.60%は夫婦で生活している10.90%は未婚の女性が 世帯種であり、29.80%は家族以外の住人と同居している。25.40%は特許で、全世帯の11.50%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.67人であり、家庭の場合は3.21人である。 軍の住民は30.00%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が10.70%、25歳以上44歳以下が26.50%、45歳以上64歳以下が20.20% 20、および65歳以上が12.60%となっている。平均年齢は32歳である。 女性100人ごとに対して男性は101.00に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.70にいる。軍の世帯ごとの平均収入は29,935ベイドルで、家族ごとでは34,202ベイドルである。男性の24,971ベイドルに、対して女性は25,26ベイドルの平均的な収入がある。 この群の一人当たりの収入は14,150米ドルである。総人口の19.50%、家族の14.50%は貧困線、以下である。18歳未満の子供の27.10%、及び65歳以上の13.90%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。